続いて第3組、ホームからの発送、マトリックスタータイプラテック、日置大輔、バックからスタートチームブリティストンアンカー、福原勝です。日置大輔は昨年度のこの種目5位、そして西日本実業団では2位、そして対します福原勝、昨年度のこの大会、この種目で第3位です。さあ、最初の1周、突っ込みは日置大輔、若干のリード。39秒から40秒というところで回ってきます。この辺りのタイムギャップはほぼ差がないという状況になってくる。じゃあ時計は1分を回ってこようかというところ、56秒と57秒、ここで1秒ほど差がついたか。さあ、この最初の1キロの入りあたりで少しペースを上げてきました。続いて1キロの入りです。さあ、1分、14秒というところと15秒、さあ1分14秒台で日置大輔入ってきています。さあ、このペースでいきますとこの時点で5分を少し切ってくるかなというペース。さあ、続いてのターゲットタイムは1分30秒前後というところか。33秒で回ってきた。さあ、ほぼ両者とも差がなくなってくる。コンマ3秒差、若干福原勝中盤に向けて上げてきた。さあ、ここで福原勝、若干1秒のリード、1分50秒あたりで回ってきた。現在のところ4分55秒前後というペースになっている。時計は2分を回ってきた。さあ、福原勝が1秒のリード変わらず、2分9秒から2分10秒というところで入ってくる。さあ、5分は若干切るかというペースですが、中盤から後半に向けて2キロの入りのところタイムはどうか。ターゲットタイムは2分30秒を切るところ。さあ、バック側のスプリット2分27秒に来た。福原勝若干上げてきた。そして2秒ほど差がついている。現在のところ、さあ、ゴールタイム予想4分55秒前後。おお、福原さん出てきた。さあ、2分45秒で回ってくるが、ここで3秒ほど差がついた。さあ、日置大輔若干この辺りで疲れたか。時計3分を回ってきます。さあ、3分3秒で回ってきた福原勝。そしてさあ、日置大輔、3分7秒、この辺りは4秒ほど差がついてくるが、福原勝は順調にペースを上げて4分53秒あたりのゴールタイムが予想されます。さあ、3分22秒とその差が、さあ4秒ほどついている。3分26秒で回っている。さあ、しかしこのタイム差というのは時速にしますと1キロほどしか変わりません。アベレージの時速48キロと49キロの攻防というところ。さあ、3分41秒で3キロ回ってきた福原さん、このままでいきますと4分55秒ペースは変わっていません。時計4分を回ってきました。さあ、4分ちょうどで回ってきた。さあ、状況としては福原勝の前の日置大輔が見えている、そんな状況で現在のところ周回を重ねています。4分19秒で続いて入ってくるが、さあ、最後の1キロでどこまで上げてこれるか。さあ、4分37秒あたりで横に1周回ってくるが、4分38秒回った。さあ、5分は切ってくると思われますが、福原勝どこまでタイムを伸ばすか。前には日置大輔が見えているが、日置大輔も残り1周になるところ4分49秒、少しペースを落としてしまった。さあ、時計は今4分55秒になるところ。さあ、どうだ。4分57秒750、福原勝。そして5分
4秒316日置大輔。